皆さんこんにちは、弁護士の加藤幸です。 NPJ 動画ニュース第2弾ではシビリアンコントロールについて研究されている会をご紹介したいと思います。本日まさにこちらの中で研究会が行われているそうですのでお邪魔したいと思います。失礼いたします。あ、どうもこんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞ。どうも、よろしくお願いいたします。どうぞ。失礼いたします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初にですね、シビリアンコントロールを研究されているということなんですけれども、シビリアンコントロールとは何なんでしょうか。はい。もしですね、武器を持った人たち、軍人、兵隊とかですね、そういった人たちがですね、いろんなところに行って活動する場合に、突発的な行動を起こしたりするっていうのは本当に怖いことですよね。そうですね。武器を持ってる人たちがいろんなことを決定できて自由にできるとしたら、本当にあっちこっちで紛争とかね、戦争が起こってしまうという、そういう危険性があるわけですよね。で、そういう危険を避けるために、普通は文民である政治家が、軍隊をコントロールすると、これをシビリアンとコントロールって言うんですけれども、私たちはもっと広く深く考えてるんですね。それは、誰がコントロールするのか、それは私たち市民であるってことですね。市民が、自衛隊をはじめそういった軍事組織を、しっかりとコントロールしていく、このことをシビリアンコントロールと、呼んでます。で、そのシビリアンコントロールが、崩れかけているのではないかと、そう心配してるわけですね。今なぜシビリアンコントロールについてそのように深く考える必要性というのがあるのでしょうか。はい、まず、2つあるんですね、私たちが考えるときに。1つは先日国会で成立した、実に57年ぶりにですね、参議院で否決された法案を衆議院に戻して3分の2以上の多数で可決するという、ことで決められた、新テロ特措法、旧新法とか言われてますけれども、インド洋に自衛隊が行って、アメリカ軍などに、油を補給する、その活動をさせるための法律が通ってしまいました。で、いろいろ問題があるんですけども、一つ重要なことを言わなきゃいけないのは、それはですね、国会の承認がなくてもいいということになってしまったんですね。これはまさにそのシビリアンコントロールを、全く無視している非常に危ない、ことだと思います。そうですか。先ほど2つありますとおっしゃったんですが、もう1つは何なんでしょうか。はい、もう1つはですね、去年の夏になりますけれども、自民党の参議院議員の佐藤正久さん、この方はイラクに行っていた時の隊長さんですよね。その方が、発言したのが非常に問題になりました。それはマスコミでは駆けつけ警護って言われている言葉なんですけれども、当時、陸上自衛隊が、イラクのサマワに行ってまして、その近くにオランダ軍がいたわけですよね。そういった他の軍隊のところにですね、駆けつけ警護といって、そのオランダ軍を警護するっていうような名目で、行って、場合によっては武器を使用できるというようなことを言ったわけです。つまり本来だったら正当防衛で攻撃された時に仕方なくこう武器の使用ということになるわけですけれども、いわゆる駆けつけて警護をする、はっきり攻撃する意思がなければそういうことを言っていいんだということを言ったわけです。で、これもっと分かりやすく言いますと、攻撃されてもいないのに意図的に、軍事衝突に巻き込まれて、わざと巻き込まれて、こちらが正当防衛といって武器を使用する、攻撃するという、そのことを真面目に考えていたと、佐藤議員は発言したんです。これは本当に恐ろしいことですね。本当に今日本で恐ろしいことが起こり始めているということなんですね。そうですね。わかりました。では次回は新テロ特措法案について具体的にお話をお伺いしたいと思います。